超太夫の縄文。三村座は、かつて存在した歌舞伎の劇場である。1642年に、江戸、小引町四丁目に開かれ、河原崎座、森田座と共に、小引町三座と呼ばれ、元六年間に環境を受けた劇場として、中村座、市村座、森田座と共に、江戸四座と呼ばれた。1714年。 銅座を舞台に起きた、江島行島事件の結末とともに環境没収、廃座となった。存続期間は72年間であった。小引町を芝居の町とした、歴史上最初の劇場として知られる。1642年、小平という人物が、江戸、小引町4丁目に矢倉を建てて開け座した。これが、現在も歌舞伎座が存在する小引町に劇場が、誕生した。 最初の出来事である。1644年に山村長兵衛という人物が開け座したという説もある。開け座した人物は岡村長兵衛であり、岡村座であったという説も存在する。古兵が初代三村長大夫の前名であるとも、岡村長兵衛が初代三村長大夫の前名である、とも言われる。開座当初から1660年前後に、 初代の子である二代目三村長大夫が銅座を継承する頃までは、軽技等の見せ物、小芝居を上演する芝居小屋であった。戸座、村山座は銅座に先行して存在したが、河原崎座、森田座は銅座より遅れて、それぞれ1656年、1660年に開け座している。三代目三村長大夫が、 座元に就任する1670年前後、大芝居の劇場へと業態を変換している。三代目はもともと初代の老い、岡村七十郎であり、二代目に養子入りして、岡村五郎左衛門と改名、そして三代目を襲名した人物である。三代目が三尊世の初代であり、初代二代目までは、岡村世であったとする説もある。森谷武氏によれば、 三代目登場以前は、三村座の前史的時代であり、座元が、長太夫を名乗ったのも三代目からであるとしている。三代目の時代である、遠方年間に、中村座、市村座、森田座の環境四座の制度が定着している。この遠方年間の頃に三代目の養子となった者が四代目、三村長太夫を襲名している。この時、まだ五代目三村長太夫は、 生まれていなかった。1697年頃、三代目の子、三村七十郎がわずか満九歳で、第五代長大友を襲名しており、幼少にして、三村座の座元を継承する。この時四代目は隠居、停発し、上官と改名している。1703年、同座で所演された、京成朝間蘇我が、かで本中心蔵の成立よりも先行して、 阿コ事件を扱った作品であると言われている。1704年、二代目、市川炭十郎が銅座で、襲名披露を行い、しばらくは役に悩んだが、1713年には、花冠愛護桜を銅座に置いて初演、助六を演じてこれが、出世作となっている。二代目、炭十郎の後ろ立てには、銅座が、 専続契約する人気役者の生島慎五郎がついて指導していた。1714年、生島慎五郎ら同座関係者が起こした江島生島事件に、経営者の五代目三村長大友が連座したため、五代目は伊豆大島へ、遠投処分、同座は、環境取り上げの上、廃座になった。これにより、江戸四座は、江戸三座になった。ありがとうございます。